こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。今日ご紹介したいのはこちら。本当にですね、焼き塩では有名なキパワーソルト、こちらの方をご紹介します。そして、私いつもこれを、飲んだりですね、またおにぎり、今日は、こういったちょうど稲刈りが終わりまして新米のシーズンなんですけれども、このおにぎりにキパワーソルトを、かけてですね、で、食べると非常に美味しいんですね。本来でしたら手につけて、そして握るときにつけるんですけれども、こういう見えますかね、サラサラサラ、こんな形の、お塩、本当に軽いお塩なんですけれども、これを食べてみましょう。食べてみます。うん、これは本当に美味しいです。キパワーソルトのこの何とも言えない、辛くもないけれどもちょっとこう甘みがあるというかですね、そういった本当に天日の昔の本当にミネラルたっぷりのお塩っていうような感じがします。ぜひ皆様のご、食卓にですね、こちらキパワーソルト、こちらをですね、一つ置いてあげてください。お子様からお年寄りまでみんなでいい塩を食べましょう。水と塩を変えれば元気になれるということが新谷先生の話でも言っております。ぜひいい塩を家族でお使いください。今日は、キパワーソルトのご紹介でした。それではさようなら。